皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学方程式の5回目、今回は括弧のある方程式の解き方についてお話しします。前半ではこの解き方、どういう順番で解くかというのを説明し、後半では実際に練習問題2問解いてみます。括弧のある方程式は分配法則を使って括弧を外してから方程式解いていきます。例を使って説明します。3括弧 x プラス5括弧イコール x プラス9と、前の部分括弧に入っている部分ありますよね。まずこの部分括弧を外すんですけれど、分配法則を使って括弧を外します。つまり3と x をかける、次に3と5をかけるということで 3x プラス15は x プラス9とこうなります。これで括弧が外れました。次は移行をします。文字がついているものは左側左辺へ、数字のものは右辺に移動します。ですからこの x が左辺へ、足す15、これが右辺に移動します。 3x-x は9-15 とこうなりますね。次はこの両辺を計算します。 3x-x は 2x です。 2x は 9-15 はマイナス6になりますね。そして解を求めます。 2x はマイナス6、 x の前の係数は2なので両辺を2で割ります。こうなるんですね。そうすると x はここも約分しますね、マイナス3と、このように方程式を解くことができます。まず分配法則で括弧を外す、それから移行をする、文字は左辺へ、数字は右辺へ、そして両辺それぞれ計算して最後に方程式を解くと、こういう順番です。次は練習の問題2問解いていきます。練習の2問です。括弧1、5括弧 x マイナス2括弧閉じイコールマイナス x マイナス4。まず前の部分の括弧を分配法則で外します。5×x で 5x ですね。で 5× マイナス2でマイナス10イコールマイナス x マイナス4とこうなります。移行します。文字は左辺、数字は右辺へ移動しますね。ですから 5x プラス x イコールマイナス4プラス10とこうなります。こちらは 6x は6、両辺を6で割ります。こう考えればいいんですね。と約分して x イコール1、これが括弧1の答えです。括弧2番です。 x-9 イコール2括弧 x プラス3イコールの右側、こちらが括弧に入った式があります。こちらの部分を分配法則で括弧を外すんですね。まず前の部分はそのまま x-9 イコール分配法則 2×x2×3 となるので 2x+23 が6とこうなります。移行します。 2x を左辺、-9を右辺に移動しますね。 x-2x イコール6+9です。これ両辺を計算するとx は15とこうなります。時々答えにこのまま書いてしまう人がいるんですけれど、これはまだ計算の途中です。
これマイナス x というのはマイナス 1×x ということですから、両辺にマイナス1をかけるか、両辺をマイナス1で割って、ここの x の前のマイナスを取ってあげます。マイナス1をかけたとします。マイナス 1×-x で x マイナス 1×15 でマイナス15と、 x イコールマイナス15というのが括弧2番の方程式の解ということになります。このマイナス x は15という、これは答えにならないので、必ずこの符号がマイナスの符号がなくなった状態、ね、この状態にして答えを出してください。今回は括弧なる方程式の解き方、こちらを説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。